こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の7月18日、時刻は23時になります。現在の枝コインの値段は 67.81 円ということでね、はい、ちょっと嬉しい感じがする数字ですね。これ少し上がってきてますね、はい。これ今なぜか1分になってますので、ちょっと変えますね。はい、1時間足でね、こんな気持ちよく1日かけて上がってきてます。18日が始まったのはここからかな。はい、61円台から68円台までね、上がってきたということです。はい、日足で見てもですね、今までしばらくなかったようなね、大きな陽線がボーンと出てきていい感じですね。はい、もう早くもう7月も後半に入ってますが、これね、月足で、久しぶりに陽線ということになってきております。ではツイッター見ていきます。はい、ちょっとその前に全体ですね、ビットコインは300万円の回復ということで、まあ、他を見ても大体同じようにこう上がってきているという感じです。全体がね、上がってきているということですね。はい、ではツイッターいきます。はい、今日お伝えしたいのいっぱいあるんですけど、でもやっぱり一番言いたいのはこれかなって思ってます。FTX ジャパン初のテレビ CM 放送開始と。はい、なぜかというと、初のテレビ CM 放送開始、大谷翔平選手が出演ということでね、はい、まあ、ちょっと自分が野球好きなのっていうのもあるんだけど、まあ、そうでなくても、日本、世界で有名な大谷選手が、このね、クリプトの世界に、まあ、入ったっていうかね、アメリカの方ではもう契約したっていうのは前からあったんですけど、具体的に日本にね、出てくるということで、ちょっと読んでみますね。暗号資産取引所 FTX ジャパンは22年7月18日に FTX ジャパン初のテレビ CM を関東エリアで放送開始したと発表しました。このテレビ CM は MLB のロサンゼルスエンゼルスに所属するプロ野球選手大谷翔平選手が登場しており、現在は YouTube 上でも CM 映像が公開されていますと。はい、7月18日に関東エリアで放送したと、開始したと、で、こちらですね、はい、FTX 日本上陸、大谷翔平選手が FTX ジャパン初となるテレビ CM に登場と。はい、でこちらは、はい、こんな感じでちょっとねカットで入るだけですね。あの、仮想通貨に対して何か言うとか、ブロックチェーンについて何か喋るとかいうことはなかったですけど、まあ、これだけでもインパクトは強いかなと思いますね。はい、で FTX ジャパンは5月にサービス提供を開始した比較的新しい暗号資産取引所であり、記事執筆時点では暗号資産の現物、デリバティブ取引を提携、取引可能な暗号資産以下の13銘柄ということで、これを見ていくとADAがないんですね、残念ながら。はい、まあ、ですけど、まあね、あの話題がどれくらい日本で、ね、あの沸き起こるかはちょっと微妙です。まあ、関東だけということでね。はい、ですけども、やっぱり大谷が出るとね、ちょっと個人的にも嬉しい方、気づく方も多いんじゃないかなと思います。はい、これもちょっと話がそれる感じなんですけど、ともさん、泉さんが都内で講演会を開催したので、参加した感想をブログにまとめました。1時間半、ダフェンスランド見ずに話していたのですが、さすがのトーク力でしたということで、泉さんのリアル講演会、日本にいらっしゃるんですね。はい、トモさんのブログですけど、リアル講演会、7月18日、久しぶりに泉さんが都内で講演会を開催したので、参加した感想をまとめましたということで、なぜ過去に紹介されてた案件で爆損したのに参加したのと、今までいろいろ紹介しまくって多くの参加者を爆損させた中、今後どのように信者にアプローチするのか気になった。泉さん自身の情報感度は高いので、どんなテーマに注目しているのか気になった。なんだかんだ動向が気になっているあたり、が泉さんのファンであり、あの軽快な投稿を聞きたくなった。参加者特典の5万円相当のサプリが欲しくなった。エイダの恩義ということで、まあ、ここですね、彼に恩義を持っているという方も多いと思います。はい、ちょっとまとめのところだけね、ちょっと共有したいなと思いますね。泉さんの話1時間半あったのだが、その間台本やスライドがなく流暢に話して、さすがのトーク力だった。特に NFT とメタバースの説明は分かりやすかった。
初めて暗号資産の説明を聞いた時を思い出した。ぶっちゃけ散々儲けただろうし、もう表には出てこないと思ったが、まだ公演をするあたり、これからもいろいろ仕掛けてきそうな感じはした。とりあえず今回久しぶりの公演ということもあり、泉さんからのがっつりとしたセールスをせずに、信者を教育することで今後のセールスにつなげていくのが狙いかと思う。数々の投資案件の紹介で爆損したことにより、泉さんの紹介で何かを買うことはないだろうが、2015年から暗号資産について解説したり、泉さんの情報感度が高いことは確かである。注目しているメタバースや NFT の分野がどのように仕掛けてくるのか、引き続き動向を追っていきたいということでね、また泉さんとか泉さんに近い方がね、ちょっと微妙なやり方でいろいろ宣伝してくるかもしれないので、まあ、気をつけたいなということですよね。はい、コーンさん、おっしゃる通りです。これってすごく大事だと思います。イーサさん、素晴らしいと。何かというと、カタリスト初参加の提案者さんには、現前職の経歴や、ブロックチェーンとの関連性、カルドの知ったきっかけ、カルドに魅力を感じた理由などを話していただきました。どれも多額の費用がかかる提案ばかりですので、投票者の皆さんはぜひ録画を通じて、提案者の人となりを確かめてみてくださいと。何を言っているかというと、カタリストファンドラインの東半球ミートアップの議事録ですね。はい、こちらでいろいろそのような話があったということです。はい、カタリストどんどん規模も大きくなってますし、日本の提案者さんもね、いろいろ増えてきております。で、実際にね、私もこの東半球ミートアップをちょっと聞いていると、本当にね、今まで事業をいろいろやってきて、でそこにブロックチェーンを使おうとして、参入してきている方が、プロフェッショナルの方がね、いっぱいいらっしゃって、本当にいろんなビジネスに使われていくことをしているということで、本当に一個一個ね、調べていくというか、どんな案件かなって見るだけでも大変な労力になります。ただやっぱり自分のね、性格を持っているそのガバナンストークンというものを使っていこうとしたときに、やっぱり自分の考えでね、投票したいと思うので、8月の11日だったかな、投票が始まるまでにやっぱり一通り案件、全部はねとても見れないですけど、やっぱり日本に絡んでいるものだとか、日本人が提案しているものというものをね、ちょっと知っておくといいかなと思うんですね。はい、なのでぜひ最近リアルなね、選挙もありましたけど、カルダナの投票も8月にありますので、ちょっと、ね、自分の、感性で、選んでいただけるといいかなと思います。はい、りょうやさん、送りましたが、ついに日本一周始めます。出発目標は7月29日なので、あと10日ぐらいですか。まずは徳島から北海道を目指して北上します。道中で移動式路上バー開催します。リアカーから進化したバーの姿をお楽しみにと、道中寄ってほしいと、などの要望も募集中と。はい、でリアカーで日本一周された方ですよね。はい、でちょっと前に、ちょっとスポンサー様と揉めたわけではございませんということですけど、出発間近の状態でしたが、スポンサー様との折り合いがつかず計画が頓挫ということでね、このスポンサーが何をどう示しているのかというところがね、ちょっとわからないので、カルダナでカタリストをね、申請するって話でしたけど、今出てないですし、あと吉野川もね、吉野川市長かな、あそこも梅酒とかね、いろんなのバックアップするというような形でしたし、その梅酒は多分大阪屋さんとかね、地元の企業の方とかいろいろつながりがあると思うので、ちょっとどこのことを言ってるのかね、ちょっと気になるんですけども、とにかく日本一周されるということですのでね、はい、気をつけてスタートしていただければと思います。はい、コインポスト、パラグアイ議会が、仮想通貨法案を可決と、大統領に送付と。はい、いいですね、パラグアイ、大統領の署名と。南米パラグアイの共和国の上院議員は、14日暗号資産規制法案の可決を承認し、大統領に送付された。この法案は、5月、末会員が可決し、再び上院に戻されて審議されていた。仮想通貨取引所に対してパラグアイのマネーロンダリング防止機関と事業登録義務付けるもので、マイニング事業者が個人法人を問わず産業電力使用の認可やライセンスを申請することも規定、仮想通貨業界における初の総合的規制フレームワークとなるということで、法定通貨化ということではないみたいですけども、はい、中東じゃない、これ南米か、はい、南米もね、盛り上がってきているということで、規制をすると、ダメっていうわけじゃなくてね、なんだろう、
正式に流通できるという感じにだんだんなっていくということでしょうからね、はい、いいと思います。その下に書いてありましたね、この法案はエルサルバドルとは異なり、ビットコインなどの仮想通貨法定通貨とする規定するものではないということですね。はい、はい、エキスポプールダオさん、ダオはエバースケールのデファイアライアンストップやブロックサス社のトップと協力体制を構築しました。私はエバースケールのデファイアライアンスから正式にエバースケールジャパンコミュニティマネージャーに就任し、世界初のバリデータにもなりましたということで、ダオさんの活動力はね、本当にすごいですね。はい、で、まあ、エバースケールっていうと他のチェーンになるので、なんていうかな、またこちらの活動ね、カルダナの方にも影響したり、まあ、コラボしたり、ね、いろいろ、まあ、多分お考えだと思いますけど、まあ、それがどういう形になってかね、楽しみにしたいと思います。はい、シーポーさん、シトンさんですね、はい、イーサレム、そしてイーサレムキラットは仮想通貨と Web3 革命試し読みということで、こちらの本ですね、はい、前ちらっと紹介したんですけどね、はい、イーサレム、そしてイーサレムキラットはということで、クラーケンの日本代表の方が書いている本で、先月出た本ですね。で、こちらの本の、これ本全体私も読んでいいなと思いましたけど、イーサレムキラーのところが、ですね、ソラナに始まって、カルダナの説明が、ね、1ページ割いて、書かれています。なので、そこをですね、読むと、これ文面そのままですね、はい、紹介してくれているので、これ見にくいな。はい、代表的なイーサレムキラーとあって、でソラナに始まって、その次に、ね、カルダノが出てきています。はい、これは本当に本に書いてある文面そのままコピーされているのでいいのかなというのもちょっとあるんだけど、はい、イーサレムの共同創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏によって2017年に設立されました。イーサレムキラーの中ではフル株であり、世界中のコミュニティ拡大に成功し、開発者の規模はイーサレムについて2番目です。日本のカルダノコミュニティも大きいことで知られていますということで、ね、非常に嬉しいですよね。2021年に価格上昇率は 530% でした。カルダノ査読済みネットワークと呼ばれています。ただ開発者の経験が豊富であり、立ち上げも2017年と早かったにもかかわらず、いまだに稼ぎ頭となるユースケースを見出せていないのが現状です。 NFT や DeFi の運用に欠かせないスマートコントラクト機能が始まったのは2021年9月でしたということで、ちょっとねフォローしてくれてる感じなので、もう私はこれちょっとね、なんていうかな、ユースケースを見出せていないのが現状ですっていうのは、まあ、ディスってるわけじゃなくて、どっちかというとまだね期待があるよと言ってくれてると思います。で最後まとめが、開発力やコミュニティ力が強いのは確かであるため、ポテンシャルは高いかもしれませんとね、ちょっと微妙な締めくくりになってますけど、はい、まあ、本全体も公平にしゃぶってるなという、書いてるなという感覚があったので、ぜひ読んでいただけるといいかなと思います。はい、では値段に戻りまして、67.62円ですね。はい、14,012.9×67.62 で元本が10万円ですので、計算しますと847,552円のプラスということになりまして、はい、847.5% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。